ビリー・メイズは外野手でロベルト・クレメンテと並んで最多の12回受賞している。ローリングス・ゴールド・グラブ賞は MLB の選手表彰の一つ。1957年、グラブメーカーのローリングス社が表彰を始める。守備の優れた選手をナショナル・リーグ・アメリカン・リーグの各リーグから各ポジション一人ずつ、計9人各チームの監督、コーチの投票によって選出される。 自分のチームの選手に投票できない。初年度の1957年のみ、各ポジションでリーグから一人ずつの選出。1958年以後は、両リーグ各一人の選出となった。各ポジションでのというフレーズは、厳密に正確ではなく、2010年まで外野手から3名の受賞であったが、2011年から左翼手、中堅手、 右翼でそれぞれから1名の選出に変更された。この変更前は右翼手から3名選出されるなど、1ポジションから複数の選手が選ばれるのは他のポジションと同等で名はないとの理由から変更が求められていた。1985年と2007年には3位が同票だったことから4名の選出となった。ボビー・ボンズとバリー・ボンズは唯一親子での受賞となっている。 ロベルト・クレメンテとウィリー・イメイズは、ナショナルリーグサイの12回受賞。両者とも12年連続で受賞している。アンドリュー・ジョーンズが10回受賞で続いている。アメリカン・リーグでは、ケン・グリフィー・ジュニア、アル・ケイ・ライン、イチローの3名が10回受賞。グリフィーとイチローは10年連続で受賞している。トリー・ハンターが9回受賞で続いている。ダリン・アースタッドは、 外野手で2000年と2002年の2度の受賞した後、2004年には一塁種としてゴールドグラブを受賞。内野手と外野手として賞を獲得した唯一の選手である。これまで18度シーズン無失策で守備率1.000が記録されている。ミッキー・スタンリーとニック・マーケーキスが2度無失策を記録。ジョールでは1975年44試合の出場で、 ガイアシュのゴールドグラブ賞を受賞したが、一類種として91試合に出場している。ガイアシュゴールドグラブ賞受賞者の視察記録は、ドーイン・マーフィーの507回で、アメリカンリーグは、アンドリュー・ジョーンズの493回が最多となっている。最多補察記録は、クレメンテの27回、最多閉察記録は、デイブ・パーカーの9回である。 トリーハンター一郎アダム・ジョーンズグレーディ・サイズ・モア、バーノン・ウェルズ・マイク・キャメロン・シェイン・ビクトリーの、マイケル・ボーン・マット、テンプ・カルロス・ベルト・ランネート・マクラウス・アンドリュー・ジョーンズ。ありがとうございます。